皆さんこんにちは、参考者の森田です。本日は、CLV クリーンライフビジョン、東京ビッグサイトにて開催しております。こちらに、参考者のブースが出展されております。ご覧ください。はい、それではこれから一通り、見ていきたいと思いますので、こちらにお願いいたします。あれ消毒しなくていいのかな。あ、いけないですね。はい、感染予防として消毒していただきます。はい、各所に、アルコール消毒を置いておりますので、はい、こちら少し記載がありますけれども、ヒアルロン酸が入っていることによって手荒れの防止になっています。はい、それでは実機の方を見ていきたいと思います。はい、やってまいりました。こちら、一昨年の秋にフルモデルチェンジしまして販売開始されました。高速型シングル仕上げ機 LP5000J と、はい、高速型エリカフス仕上げ機の LP6000J、 また、はい、こちら右の方にありますのは MPCR カラーウォーマーとなっております。こちら参考出品となっております。はい、こちらのポイントといたしましては、高品質、高生産、省エネ、省人化といったところが実現となっております。はい、こちらについてはですね、以前販売開始される時期にですね、 YouTube で私も、紹介させていただきました。はい、その時にはポイントとしては、生産性の向上、作業環境の向上、ランニングコストの削減といったところをポイントにしまして、説明させていただきました。はい、ただいまですね、実機の方、オペレーションしていただいている方もいらっしゃるんですけれども、本当に、人件費の削減にもつながりましたし、なんといってもスピードが速くなったんですね。仕上がるスピードが速くなりました。その様子も、こちらの実機で、ご確認いただけるんではないかなというふうに思います。はい、今少しオペレーションしていただいておりますけれども、本当に一人で、行き来をあんまりこう遠くに行き来をせずに、作業できるというところは、すごくもう一人でのオペレーションといった意味では、腰もかがまずにできるというところで、すごくやりやすく便利な点であると思います。はい、続いて参りたいと思います。対応しました、人体、仕上げ機となります。GF250J と、こちら新型動画風の、SP3300J となります。はい、こちら人体の仕上げ機、私この展示会でオペレーターとして担当させていただいております。ちょっとこちらの、時期動かしてみたいと思います。
までにというところでこんな感じで仕上げて。ノンプレスフィニッシャーの ST9200J となります。はい、こちらの製品についてちょっとお聞きしたいなというふうに思います。父さんすみません、失礼します。はい、はい、こちらのノンプレスフィニッシャーなんですけれども、はい、トンネルではないんですかね。はい、名前はノンプレスフィニッシャーです。はい、どんなニーズに対応できるんですか。ですね、従来のトンネルはドライン品を、仕上げる機械が多いんですけども、こちらのノンプレスフィニッシャーは、ご覧の通り水洗いしたものを、例えばポロシャツ、T シャツ、そしてワイシャツとか、そして最近流行っているウェットクリーニングの、ジャケットとかも、こちらに、濡れかけのまんま仕上げる機械になります、はい、そしてきれいに、仕上がりますので、はい、後ほどまた仕上がった結果を見てください。はい、ありがとうございます。はい、はい、PTB 衣類に対応しているというところですね。はい、こちらで入り口となっておりまして、後ろ側入り口となりますので、入る入り口となっております。はい、今入っていきましたので、後ろの出口の方を見ていきたいと思います。はい、こちらが衣類の出口となります。仕上がる出口となります。今実際に仕上がってきている T シャツ、シャツ、ブラウス等が、かかっている状態となっております。はい、今一つ仕上がって T シャツが取れてきました。はい、ノンプレスフィニッシャーで仕上がった T シャツいかがでしょうか。とても綺麗に仕上がっているかと思います。このまま着ていただきますね。はい、はい、でこちらの方で少し乾燥することができる機械もございます。はい、今実際に乾燥してるんですかね、これはね。そうですね、はい、例えば乾かないものがあればここで入れます。はい、はい、この乾燥機は風がここで、そう、ここで出ないんで、出ないですね、はい、取り出しやすさもメリットですかね。そうですね、はい、とても使いやすい機械になりますね。はい、これは先ほど向こうにもありましたけど、どういった時に使いますか。そうですね、これが失敗したもの、はい、もしあれば、例えばこれだけ、例えばこれですかね、失敗ものがあればこっちに乗ります。部分でポイントで、仕上げていただくことができるということですね。はい、はい、気になったところにフォーカスして、アイロン仕上げできるということですね。はい、はい、下にもこうバキュームブロワースチームといった機能もございますので、自分の用途で使いたいように、仕上げていくことができますね。ありがとうございます。はい、続いてこちらに参ります。こちらやってまいりました、上のパネルで見ていただけると分かると思うんですけど、プラスチック資源の対策として、しております。半自動集合包装機の PM470J と手動包装機の FS760 です。はい、こちらにオペレーターの三浦さんおりますので、よろしくお願いします。この機械の特徴、少し教えていただけますか。
ワイシャツだと約5枚ぐらい、ジャケットだと3枚ぐらいをまとめて包装することができる機械です。はい、じゃあワイシャツ5枚セットしてみます。はい、このフィルムにも何か仕掛けってあるんですかね。あの一般的に使われているフィルムの幅は600ミリ幅なんですけど、はい、これは700ミリ厚みの部分があるので、はい、700ミリのフィルムを使用しています。はい、このフィルムって軽量化とかってされてるんですか。あの集合包装用はちょっとなかなか軽量化はできないんですけど、はい、まあ、5枚のワイシャツを1枚1枚包装するよりはまとめてすると5分の1で使用量が済みますので、はい、まあ、ゴミの減量化にはなっているかな。はい、このまさにこのプラスチック資源の対策というところでは、そうですね、はい、環境の方に対策がいっているということですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらの、後ろの手動包装機、はい、どういったところか、こちらも、はい、同じく、集合包装で使える包装機になっていて、はい、もう一回あります。同じくワイシャツ5枚をセットして、まとめて包装することができます。はい、ただ半自動包装機と違うのはフィルムをかぶせる作業は人間の手でしなければいけないというところが違います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、半自動包装機と違うのはフィルムをかぶせる作業を、まあ、手で行わなければいけないというところが違います。はい、なるほど、手動包装機となっているんですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続いてまいります。はい、はい、こちらシルバー化社会対策としてております。はい、私物畳機、こちらも、新しくお披露目されました、AF1000J となります。はい、こちらについても、ちょっとご説明いただきたいなというふうに思いますので、ちょっと行ってみたいと思います。すみません、失礼します。動画撮影させていただいております。はい、野澤さん、ちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、こちらの機械どういった特徴がございますか。はい、病院に入院されている方の、衣類、また介護施設にご入居されている方の衣類、まあ、いわゆる私物洗濯と言われるものの畳を行う機械になっています。はい、ありがとうございます。この機械はどういったことを狙いとして開発されたんでしょうか。普段手で畳んでいる衣類を、まあ、機械でできないかということで今回この機械を開発いたしました。はい、ありがとうございます。では実際に操作方法をちょっと見ていきたいと思います。
これは一人のオペレーションで楽々、こういった形で、きれいに畳んである状態で仕上がることができます。はい、見ての通り本当にきれいに、畳まれてるかなというふうに思います。はい、こういった高齢化社会に対応すべくこういった私物畳という機械も開発されました。はい、これからの社会にはとても必要になってくる機械ではないかなというふうに思います。はい、では入り口の方に行ってきます。はい、入り口の方戻ってまいりました。あれ、中村さんどこ行きましたかね。TCSC の方に動画撮影参りました、はい、はい、グローバルカスタマーサービスセンター、一体どんなことを普段行っている部署でしょうか。はい、GCSC はですね、日本国内のみならずですね、世界各地の参考車製品が入っている、お客様に対してアフターサービスを行う部署となってます。はい、お客様より依頼されることっていうのはどんなことが多いんですかね。そうですね、主に部品注文だったりパッドカバーの注文、それから、機械の修理ですね、メンテナンスのことでの問い合わせが多くなってます。はい、今後ともどんなところに力を注いで頑張っていきたいですか。そうですね、もうお客様に対して、親切丁寧な対応と迅速な対応を心がけていきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でこちらのブースは、窓口となっておりまして、こちら、参考車を販売しております、感染防止対策マスクですね、B-Air というものもございます。こちらは、特徴といたしましては息がしやすい、とても息がしやすい素材となっております。はい、サイズ展開 S-M-L とございます。はい、続きましてこちら飛沫防止板ですね。はい、今の時期はすごくもう必需品と言っても過言ではないかと思います。こちらですね、もう累計5000台ですかね。はい、販売されました。ありがとうございます。はい、どうですかね。はい、あとはちょっとこちらの方お願いします。営業の方、担当のオペレーターの方にお声掛けいただければと思います。また動画配信もですね、適宜行っていきたいというふうに思っておりますので、ぜひご覧ください。はい、それでは、本日は失礼いたします。ご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。さようなら。